ヤークトパンター、ヤークトパンター、ヤークトパンターは第二次世界大戦中にナチスドイツで開発された駆逐戦車である。火力、防御力、機動力が高く、また他のドイツ中駆逐戦車に比較して信頼性に優れ、総合的にバランスの取れた走行戦闘車両であった。本社はパンター戦車の車体を利用し全面走行及び 側面上部を髪型へ延長して戦闘室を構築。ここにパンターよりも後径の大きい 88mm 砲を搭載した。エンジン、走行装置などはパンターとほぼ同一である。こうした駆逐戦車が要求される前段階として、ドイツ国防軍は自動車牽引型の対戦車砲に対して機動力の点に不満を持ち、実用性の高い自走砲形式の戦闘車両を 要求したことが挙げられる。陸軍兵器局は1942年8月3日に新型のパンター戦車の車体に新規の8.8センチメートル対戦車砲を組み合わせることを提案した。この時の量産予定は1943年7月であった。クルップ社に開発が要請されたものの、同社は4号戦車の車体に88ミリメートル砲を 搭載する作業に従事しており、1月までに設計図を作成することは無理であった。そこで10月にダイムラーベンツ社へ開発作業が移され、1943年夏には車両を製造することを目標とした。クルップ社は設計の支援及び手法と法画の開発に当たった。ダイムラーベンツ社の設計はパンター E の車体を元として行われ、 1943年1月には技術的な詳細が決定された。しかし、1943年5月には、パンター E の製造計画が中止され、8.8センチメートル重突撃砲も、また、パンター I の車体を利用して製造されることとなった。改良点の変更は迅速に行われた。また、1943年5月24日、 ダイムラーベンツ社からマイアグ社に製造が引き継がれた。パンター E の設計によって改良すべき点は、パンターの車体にも引き継がれ、改良済みの量産型車体は9月に工場で製作された。1943年6月、ダイムラーベンツ社は71口径8.8センチメートル砲、搭載パンター中駆逐戦車のモックアップを完成させ、マイアグ社はこれを参考とした。 試作車両は1943年10月にマイアグ車にて完成した。11月には試作2号車が完成した。量産は当初5両から10両程度が細々と毎月生産された。製造遅延の大きな原因は変速機、走行変速機、そして駆動系統の強化であった。さらにマイアグ車の労働力の不足と空襲も遅延の原因となった。 1944年11月には、MNH 社、ニーラーザクセンハノーファー後期製作所と MBA 社、マシーネンバウンとバーンベダルフ社生産に加わり、この状況は改善を見た。しかし最高生産数は1945年1月に72両というものであり、以後数十両のペースで生産が進んだものの、連合国の車両生産数には、到底行し得るものではなかった。 生産数は1944年1月から1945年4月の間にマイアグ、マヤム、NMH、MBA 各社により、計415両と、比較的少数に終わった。本社は、駆逐戦車であり、砲塔を搭載しない。車体後部に、機関室、車体中央部に、左軽視に優れる、戦闘室、車体全部に変速機。 走行変速機と 88mm 手法を配する。動力は、後部機関室内のガソリンエンジンから、床下のカルダンシャフトを介して、車体全部の変速機へ通じ、ここで減速された後に、走行変速機で左右の軌道輪へと配分される。搭乗員は5名であった。車体全部、後方から見て、左側にドライバーが登場し、変速機を挟んで右側には、 前方基準主権無選手が登場した。戦闘室中央部、後方から見て、手砲の左側には、砲手が登場し、法を操作する。他、総天手と社長が登場した。乗車用ハッチは3箇所に設けられた。指揮官の真上、総天手の左側、戦闘室後部である。手砲は棒立てをつけた上で、全面装甲板に、走行カラーを介して搭載された。 この走行カラーは初期型と後期型が存在する。初期型の走行カラーは戦闘室内部で走行版とリベット接合しており、取り外すためには狭い車内で作業する必要があった。後期型の走行カラーは上下をそれぞれ4本のボルトで外部から接合したものに変えられた。この変更によってカラーを外した際の全面層乾板の開口部が広がり変速機と 走行変速機の交換作業が円滑になった。手法の方針は戦闘室後部のハッチから抜き出し、棒立てと走行カラーを取り外すことで、開口部から変速機と走行変速機を取り出すことができた。初期型に比べ後期型は交換作業が楽に行えるようになり、整備上有利となった。手法に取り付けられた照準機は、 ペリスコープ式の SFL-ZF-1 型であり、天井から照準器の長部が突出し、視界を得ていた。手法と連動して照準器が左右に動くため、天井には、この作動部分を確保するために、穴が開かれた。この開口部分に沿って、レールが設けられ、スライド式の走行板が付けられている。社長用の偵察装置にはカニメ型の包帯橋のほか、ペリスコープが用意された。 天井部分には昇園を換気するためのベンチレーターが付けられた。ヤークトパンターには EE 突撃砲のような司令塔が設けられておらず、代わりに回転式のペリスコープ、速砲に固定されたペリスコープが設けられている。ヤークトパンターは生産中も細部の改良が続けられており、例えば操縦席前面のペリスコープ部分など12種類もの形状の違いが確認できる。 また機関部上面のレイアウトは当初、パンター A 型に準じていたが、途中から G 型に準じたものに変更され、それぞれの長さの違いから戦闘室後部の傾斜角度が異なっている。前車はヤークトパンター G1 型、後車はヤークトパンター G2 型と分類された。低い姿勢の固定式戦闘室に強力な手法の組み合わせの駆逐戦車というコンセプトは、 戦後の西ドイツの KJPZ4 から5カノーネや、ソビート連邦の SU-122-54 などに受け継がれている。主砲には71口径 8.8cm 戦車砲を搭載した。これはパンターに搭載された70口径 7.5cm 戦車砲、7.5cm、KWK42L、70を上回る威力を持つ。 同じ砲を搭載する T がい、e、い同様、本社にも肉厚の1ピース型方針の初期型と軽量化され生産性、整備性の良いピース型の後期型方針を搭載した車両が存在した。搭載弾薬数は57発、または60発である。車会は左右22度、不要角マイナス8度からプラス14度であった。射程は、 行角15度で9350メートル、発射速度は毎分6から8発であった。8.8センチメートル KWK43L71 は、誹謗鉄鋼弾 8.8CMPZGR39-43 合成広角鉄鋼弾 8.8CMPZGR40-43 榴弾。 8.8CMSPRGR43 対戦車流弾 8.8CMHLGR39 を使用できた。弾頭重量 10.16kg の誹謗、鉄鋼弾は初速秒速 1000m で射出された。垂直に立てられた後半に対する貫通性能は 2000m で 154mm、1500m で 170mm、 1000メートルで186ミリメートル、500メートルで205ミリメートルで、ある。また、弾頭重量7.5キログラムの合成広角、鉄鋼弾は、初速秒速130メートルで射出された。垂直に立てられた後半に対する貫通性能は2000メートルで175ミリメートル、1500メートルで205ミリメートル、1000メートルで233ミリメートル、 500メートルで270ミリメートルである。対戦車榴弾はすべての射程において90ミリメートルの貫通性能を発揮した。これを連合国側の配備した主力戦闘車両の全面走行と対象するならば以下の結果となる。貫通データは昇格60度、正面射撃を対象にして算出したものの走行時は床に固定された。 主砲固定フックを起こし、これを法にかけて固定する。法は、行革などで固定された。固定しないままの走行時には、方針が大きく揺れ、ミサオ法用のギアに大きな力を加えて、損傷や、精度の狂いなどの問題が発生した。車体前面の、後方から見て、右側には7.92メートル MMG34、機関銃を、ボールマウント式銃化。 生産時期により、形状が微妙に違う3種類があるに装備した。弾数は600発である。全面装甲は、最大 80mm だが、車体と戦闘室が一体化した、大軽視の良い設計になっていたため、実際の走行防御力は、さらに大きかった。他、天井部分に自衛用の旋回式、近接防御兵器が搭載された。 これは 26mm の榴弾を投射する。車内には MP40 を2丁、銃弾384発を携行した。本社は、左軽視に優れた設計を実現している。全面上部装甲は、パンター譲りの 80mm 後半を地面に対し30度の角度で配置し、命中弾を引きやすくし、また弾道上の装甲の厚みを 160mm に増やし入る。 全面下部装甲は地面に対し35度で配置され、この厚みは 50mm である。側面装甲は、側面上部が 50mm の厚みを持ち、水平に対して60度に傾いている。装甲装置の取り付けられている、側面下部は 40mm の厚みを持ち、円直に立てられている。車体後部は戦闘室後部が 40mm の厚みを持ち、 水平に対し55度の角度を持っている。機関室後部は 40mm 厚で、地面に対して60度に配置された。天井は 25mm 厚、床板は 16mm 厚の装甲板が用いられている。本社の持つ正面防御能力に対し、連合軍の配備した主力戦闘車両の手法貫通性能を対象すると以下の結果となる。貫通データは、 昇格60度、正面射撃を対象にして算出したもの。したがって、ヤークトパンターを撃破するためには側面へ迂回し、側面、または後面に命中弾を浴びせる必要があった。幸運な一撃により操縦手のペリスコープに命中させた場合には、撃破が期待でき、また離体、減速機に命中させた場合にはヤークトパンターを停止させることができた。しかし、 とどめを刺すには側面への直撃弾が必要であった。機関室には自動消火装置が装備された。これは機関室の温度が160度を超えると消火剤重点ボンベから炭素、塩素、臭素を混合した消火剤が噴射されるものであった。ただし温度検知器の配置不足から温度のムラのない検出に無理があり誤作動が多かった。ザウコフ。 豚の塔型棒立ての周囲の手法部装甲カラーは、車内からボルトで固定する初期型、外から固定するようになった中期型、ボルト公周辺部の厚みを増した後期型の3種類が確認できる。またこの方を、少なくとも試作型では、ザウコフごと十字砲和に乗せた固定陣地用の対戦車砲、パック43、酸素コレイフェット、 固定放題イーヤも作られ、実戦で用いられた。走行装置は、パンター戦車のものとほぼ同一である。エンジンには、マイバフ発射性の HL230P30、水冷 V12 ガソリンエンジンを採用した。このエンジンは3000回転時に700馬力を出力し、全微重量45.5トンのヤークトパンターを、時速時速 55km で走行させた。 航続距離は路上で 250km、路外では 100km である。蛍光燃料は720リットルであり、燃費は路上で 1km 走行するのに2.8リットルを消費し、路外の場合 1km 走行するには7リットルを消費した。離体は片側86枚を連結して構成した。 この離帯の幅は 660mm。離帯設置長は整地上で 3920cm である。設置圧は 0.87kg 平方センチメートルだった。クラッチは乾式多板である。クラッチ板は3枚重ねられており、エンジンと主変速機との動力の接続と切断を行った。変速機は ZF-AK7 から200を使用し、 走行変速機は、前進7段、後進1段のギアが選択できた。ステアリング方式には、満車性のシングルラディアス方式を採用し、旋回半径は10メートルであった。これは、優勢歯車機構を用い、大きな旋回半径では、片側の離体の速度を落として対応し、小さい範囲で旋回するには、内側の離体への動力を切断し、ブレーキをかけるものである。 喧嘩装置はダブルトーションバー方式である。これは2本のトーションバーを連結手でつなぎ、ヘアピンのように車体の床下へ横置きにしたもので、工数が増え、床下のスペースを消費して前高を高くする弊害があるが、優れた干渉能力と大きなサスペンションストロークから高い地形への追従能力を持つ形式である。パンターの場合ねじれ応力の他に曲げ応力も加わる。 ものの、ドイツの戦車設計は、問題なく、これをこなした。さらに天輪が挟み込み式に配置された。砲塔を搭載しないことから手法を施行できる。車界は、左右22度に限定され、この範囲以外に敵が現れた場合にはその方向へと、車両ごと旋回する必要があった。このため本車は頻繁な方向転換を余儀なくされ、こうした軌道は、内部の変速機、 走行変速機、あるいはリタや軌道輪などの走行装置に大きな負担をかけた。また、長大な方針と厚く面積の広い全面走行のためのオゾヘビーであることからも軌道輪、第一転輪に大きな負担がかかった。パンターに使用された通常の駆動シャフトを本社に使用した場合、平均 35km で異常を起こした。百四十四年十月二十八日には、 減速装置が強化されてこの問題はほぼ克服された。強化された減速装置を装備したヤークトパンターは故障を起こすことなく 400km から 500km を行動できた。試験中の初期型などはパンターと同じ理体の装着の仕方であるが実戦配備されているヤークトパンターではいかなる理由か前後逆に履いているものが多い。この車両には正式番号 SDKFZ173 の番号が与えられた。また、構想当初は、パンターシ,ャシーの銃突撃砲、パンターの突撃砲などとも呼ばれている。名称は、正式採用後も、8.8cm43、式体戦車砲搭載パンター合型車台の、戦車駆逐車、戦車駆逐車、パンター、8.8cm43 式、 71口径対戦車砲付き駆逐戦車、パンターなどと変遷した。1944年4月からは、書類上でも正式に、ヤークトパンターと呼ばれるようになった。なお、V5 駆逐戦車、5号駆逐戦車、ドク、ジャグドパンザー V の呼び方は、わずかに、終戦直前の書類の一つで、V5、10駆逐戦車71口径八8.8センチメートル対戦車四43。 3ヤークトパンターと記されたものが確認できるだけであり、対戦中においては一般的なものではなかった。ヤークトパンターの名称は1943年11月29日付で最終決定されたものであった。1944年2月27日には総統命令によりヤークトパンターと内示名称が決定された。 余談だがヒトラーはこの車両に一目惚れしたらしく、ヤークトパンターと直接命名したのはヒトラー本人であり、この車両はティーガーに戦車数量の価値があると熱弁したという。なお、タミヤ模型がプラモデルの商品名としてエルビン・ロンメルにちなんでロンメルという名称を用いたため、日本国内ではそのように呼称されることもあるが、それはあくまでも商品名であり、実際には そのような名称は使われていない。新兵器を投入するには定数を満たして集中運用することが望ましいが、ヤークトパンターはそのような原則は無視して戦場へ送られ続けた。ヤークトパンターの配備された時期のドイツ軍は戦況が日に日に悪化しており、新品の兵器を補充された部隊が即時投入されることは珍しいことではなかった。また兵器への習熟。 訓練期間はなく、大部隊を編成し、演習を行うことも無理であった。1944年、まずヤークトパンターは、第654、銃戦車駆逐大隊へ配備された。同大隊はそれまで東部戦線で、フェルギナントへ駆逐戦車を装備して戦っており、戦力の補充のため構想された。次に、第五十九十戦車駆逐大隊と、 第519、九十戦車駆地区大隊が装備を改変した。第560、十十戦車駆地区大隊と、第655、五十戦車駆地区大隊がそれに続いたが、定数を満たすものではなく、その補充も乳としたものだった。第654、四十戦車駆地区大隊は、西部戦線へ投入され、1944年7月30日の報告では、 同大隊は大駆支部戦車軍団に配属されており、うち3両のヤークトパンターが、イギリス第6このエ戦車両団のチャーチル戦車1個中隊を迎撃した。2分間の交戦の後に、チャーチル戦車2個中隊が援軍に現れ、ヤークトパンターは被弾して他の背後へ交代した。この戦闘では、ヤークトパンター2両が、離隊に被弾し、放棄された。 チャーチル戦車はこの短い戦闘で十一両の損失を出した。この後の激しい戦闘によって消耗した同大隊は1 9 4四年九月九日、グラーフェンベア演習場へ補充のため構想されることが決定した。1 9 4四年十一月十八日、第六百五十四0戦車区地区大隊はグラーフェンベア演習場から再び西部戦線へ、 鉄道輸送された。11月20日から30日までの連続作戦によって、ヤークトパンター18両が失われた。戦火は、敵戦車52両撃破、9両中破、対戦車砲10門の撃破であった。第563、1戦車駆逐大隊は1945年1月20日に、アルレンシュタインで編成を行い、21日に、 終了するや出動となった。同大隊は、ヤークトパンター18両と、4号駆逐戦車24両を装備し、以後10日間の戦闘で、敵戦車58両を撃破した。ヤークトパンターは13両を失った。この内訳は、燃料不足による爆破放棄が8両、行動不能による爆破放棄が1両、長期間修理の後に爆破放棄が3両であり、 敵に撃破されたものは一両のみであった。1945年1月以降にもなると、ヤークトパンターの敵は、敵戦車ではなく、燃料不足、補修部品の不足、初期不良、生産遅延であった。さみだれ的に、基準も編成も考慮せず、生産するそばから、最寄りの部隊へ配備し、戦場へ即投入するという状況もヤークトパンターの、喪失を招いた。 適切な補修のないまま分散配置されたヤークトパンターがひとたび故障を起こした場合、回収の手立てはほぼないに等しかった。例としては SS 第12戦車師団の戦車連隊に組み込まれた第560、十0戦車駆逐大隊のヤークトパンターが挙げられる。この車両は1945年3月8日に故障し、回収作業が行われたのは3月21日であった。 回収は、連帯固有の戦車を優先して行われ、ヤークトパンターの作業は後回しにされた。また、戦車連隊は、大体の事情を無視し、修理の終わったヤークトパンターを蓄次不特定の部隊へ、割り当てた。こうした戦局の末期的な悪化に伴う組織上の不備と混乱によって、故障を起こし、あるいは燃料の尽きたヤークトパンターは、ドイツ戦車兵自らの手で、 爆破放棄されていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。